ああ早くお友達に会いたいなー。ねえ大地さん、んお友達に会えるようになったら何する？うんーそうだな。僕は友達とたくさん遊びたい。のぞみさんは？私はね、お友達のここのさんを秘密の場所に連れて行きたい。へえ秘密の場所ってどこ？教えなーい。<laughs> 大地さんは秘密の場所ってないの？ うん、秘密の場所はないけど大好きな場所はいっぱいあるよ。えっとねまず僕の家を右に出るでしょで右に出たらこの道が2つに分かれてるからその道を左に行ってでそして左に行ったら今度の坂を。かかんない分かんない分かんないいどうしたらいいんだろう大地さんはのぞみさんに大好きな場所の伝え方が わからなくって困っているようですね今日の生活科の時間は井上先生と一緒にそんな時に役に立つものの作り方を勉強していきましょうそんな時に役に立つものはじゃーん地図ですマップとも言います今日はマップの作り方を一緒に 勉強していきましょう大地さん大地さんの大好きなところはどこですか僕が大好きなところは焼き鳥屋さんですへー焼き鳥屋さんどうして焼き鳥屋さんが大好きなのこの前おじいちゃんが買ってきてくれてとても美味しかったからですそうかとっても美味しかったから大好きになったんだね じゃあのぞみさんさっき秘密って言ってたけど秘密にするからその秘密の場所を教えてもらっていいかな私の秘密の場所はお花屋さんですえー、お花屋さんなのどうしてそのお花屋さんは秘密の場所なのかなそのお花屋さんはいろんな色の花がたくさんあってとっても綺麗なの それは素敵ですね。じゃあ今日は、大地さんの大好きな場所や、のぞみさんの秘密の場所をマップにしていきましょう。それでは、まず使うものを説明します。お家にあるできるだけ大きな紙を準備してください。お家だったらカレンダー。 こんなものがあるといいですね。次に付箋紙がお家にある人は付箋紙付箋紙がない人はこういう紙をハサミでちょきちょき切って 小さいいいい紙にしていくといいですよそれからのりやテープ色鉛筆やカラーペンもあるといいですね。それでは一緒に作っていきましょう。まず 大きな紙の真ん中に自分のお家を書いてくださいできたかな次にもう一つ目印があった方がいいのでみんなが通っている学校を 目印に書きましょう上に学校があると分かりやすいかな書けたはいじゃあ大地さん、はい、大地さんの大好きな焼き鳥屋さんは家と学校を目印にしたらどっちにありますかはい学校の反対側にあります、うん じゃあお家から学校じゃない反対側ってことですね。はい。じゃあこっち側に引き取り屋さんがあります。のぞみさん。はい。のぞみさんの秘密の花屋さんはお家と学校を目印にしたらどっちにありますか。私のお花屋さんは学校に行く途中にあるので。 おうちと学校の間にありますなるほどおうちから学校に歩いていく途中にあるんですねじゃあちょっと途中に貼りますこんなふうに自分のおうちの周りにあるものを思い出してこんなカードに書いていきましょうテレビの前の皆さんもやってみましょう 大地さんのそれお団子うんこれはお団子じゃないよ焼き鳥だよ丸いからお団子だと思ったああそっかわかりにくいかじゃあ下に焼き鳥って書こうかなうんそれだとわかりやすいね、うん、大地さんとのぞみさんはとってもいいことに気がつきましたね絵だけじゃなくって何の絵なのか文字も書くと とってもわかりやすいですよ。ポイント。一。文字と絵。どちらも書くとわかりやすいよ。あ、のぞみさん、何を書いてるの。これはね、道だよ。 お花屋さんは家を出て右に曲がったところにあるの、うん、だからこうやって道を書いたらお友達にも教えやすいでしょそっかじゃあ僕も道書こうそうですね地図を書くときには道も書くとわかりやすいですねポイント2道も書くとわかりやすいよ あ、焼き鳥屋さんの場所ここじゃないやあ、僕のは付箋だから張り替えよあ、私もお花屋さんの場所変えたいなあ、でもノリでくっつけちゃったから剥がせないどうしようそうですね大地さんのように付箋を使っている人は何度も貼ったり 剥がしたりすることができます。のりでつける時には、のりをちょんとちょっとだけにしておくと、後から場所を動かすことができますよ。そっか。じゃあ次からはちゃんとつけよ。うポイントその3何度も貼ったり剥がしたりして場所を変えていってもオッケーです。 さあ今日のマップポイントが3つあります3つ確認してみましょうポイント1文字と絵どちらも書くとわかりやすいよポイント2道も書くとわかりやすいよポイント3何度も。 貼ったり剥がしたりして OK じゃあ二人とも地図をどんな風にできたか見せてくださいじゃじゃんできました二人ともよくできていますねじゃあ最後に今日作った大地さんの地図とのぞみさんの地図に 名前をつけてみようと思います大地さんは何マップにしますかはい、僕は大好きなものをいっぱいここに見つけたので大好きマップにしますのぞみさんは何マップにしますか私は自分だけの秘密の場所をたくさん書いたので秘密マップにします 大好きマップと秘密マップとっても素敵な名前ができましたねテレビの前の皆さんも自分だけのマップを作って名前もつけてみましょう今日の生活の学習はこれでおしまいです皆ささんも自分だだけののマップの続きを作ってみてみください。ありがとうございました